はい、こんにちは、シアラスポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン。ショート動画などでね、ちょこちょこ他の動画でもね見せてたんですけど、新商品の HOH メタリックローリングスさんの商品でございます。こちらの方今日はご紹介したいと思っております。それではどうぞ。はい、じゃあご紹介しますね。この7月の新商品、HOH メタリックでございます。上代税込み 24,200 円。軟式としては一番ね上のレベルのグラブになると思います。 HOH メタリックジャパニーズレザークオリティとあります。ジャパニーズレザークオリティですので、日本製の規格を使用しているということになりますね。ポイントはこのシリーズ通してメタリックとあるようにバインディング、ヘリ側ですね、こちらがメタリック。こちらのメタリックはなんだ、スカーレットのメタリックレザーということになりますね。それからもう一つね、ウェルティング、玉はみですね、ロールドウェルティングがスカーレットメタリック。他にもロイヤルのメタリックもございますけれども、今回ご紹介するのはスカーレットのメタリックですね。その中から CK4H、 CK4 のスタンダードなスタイルにハーフクロッチを合わせて CK4H という格好でございます。どうですかこのシェイプね。いろいろ好みはあると思うんですけど、私は好きなシェイプですね。はい。こちら背面ね。背面窓こんな感じ。メタリックスカーレット目立つでしょ？はい。じゃじゃーん。ね、こういうザ・ゴールドグラブカンパニーとかね、の刻印も、もちろん HOH の刻印もメタリックでございますね。はい。じゃあ順番に見ていきますか。さっき言いました、ジャパニーズレザークオリティ、ジャパンレザーを使っている HOH でございます。牛のマーク、ローリングスの刻印はさっき言いました、メタリックスカーレットということになりますね。それから、ま、CK4 ですから皆さんね、よくご存知のスタイルなんですけども、順巻きで、ダブルパームレースですね。オーソドックスな、しっかり奥でね、掴めるタイプの内野手用でございます。サイズは 11.5 インチでございます。こちらの刻印もスカーレットのメタリック。ね。で、ここ、プロデザインの刻印もスカーレットのメタリック。うん、じゃあ背面の方行きますか。あ、ウェブ行きますか。あ、親指行きますか。ね。親指、ストリームドサムに、2本掛けですね、今回は。2本掛けのサムループ。それから、ヌイトカラーはね、レッドで、オーバル R とミニオーバル R。ウェブの方ね、これ、あ、と思われた方もあるかもしれません。他の動画で見せてた時は、これ、レースがね、黒いレースが通ってたんですけど、これ私気に入ってましてですね、いや、もう、こここうしたいな、ということで、この H ウェブのところのレースだけ入れ替えました。値段は一緒 24,200 円で販売しますけれども、これ私の勝手なね、改造ですので、石原スポーツオリジナルということになります。ヒゲも長めに残しましてですね。で、スカーレットですね。スカーレットのレースに直しまして、このハーフクロッチとかね、こういったバインディングウェルティングとマッチしていいんじゃないかなとね、思うんですけれども、どうでしょうか。自画自賛ということで、お恥ずかしい限りでございますね。はい。で、手口のところね、ここバインディングがメタリックなんで非常に映えます。ムートンはブラックですね。はい。それから、人差し指にローリングスの直刺繍、それからフィンガーパッド、指当て付きですね。で、さっき見ましたこのバインディングからシュッ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 と伸びるウェルティングが
またこのね、綺麗なスカーレットのメタリックですね。いいんじゃないでしょうか。小指側ね、こんな感じ。ザ・ゴールドグラブカンパニーが生えております。かっこいいんじゃないですか。まあ、シェイプ自体、型番自体は、パターン自体は CK4 ということでね。CK4 の中でも当店ではお気に入りのハーフクロッチ。こちらを選択しまして、ウェブレースをね、かっこよくしたいなということでね、変更した次第でございますね。はい。こういう感じのつかみですよ。はい。で、やっぱり、指先部分のね、この、ウェルティングの、あ、綺麗でしょ、これ。綺麗でしょ。なんかブラック一色で、あれ、地味かなと思うと、ほら、何おしゃれじゃんっていう感じのね、スタイル。ラベルは日本ラベルですね。日本ラベルに合わせておりますね、サイズがね。はい。だから、オーバル R、ミニオーバル R、ローリングスラベル、それからローリングスの直刺繍ということで。まあ、この春のね、変更で、なんやれん、連盟の方もね、多重商標の方がね、OK になりましたんで、こちら使えるはずでございますね。はい。11.5 インチ CK4H。当店の方で改造しまして、CK4H 回ということになりますけれども、いかがでしたでしょうか。興味のある方、ぜひご来店ください。はい。ということで、当店好みに改造しました CK4H 回。まあ、私の個人的な思いですけれども、当店のメンバーさんはね、あれ?いいんじゃねえの?っていう感じでね、見ていただけたらなというふうに思った次第でございます。除外税込み 24,200 円でございます。それでは皆さん、さようなら。どんどん離れちゃう。